前回のあらすじ、上杉家を倒し、次に武田家と争うことになった姉が高次家。合戦が始まる直前、義頼が亡くなってしまう。と思ったら中納言の未練を捨てきれず成仏してない模様。そして1572年4月、ついに武田家と衝突。武田の騎馬隊に苦戦をするも、3つの合戦、すべてに勝利する。頼綱の正室、お津屋の方が亡くなり新たな女をさらう頼綱。その後、伊達家と徳川家にも攻められ、抵抗する力を完全に失った武田家と北条家は、最終的に姉が高次家の手によって滅ぼされることに、それぞれの地方で大きな勢力が出来上がった戦国の世は、ついに最終局面を迎えたのであった。いよいよここまでやってきたわね。残る勢力は7つに分かれたな。それで、これからはどっちへ進軍していくつもりなんだ？西へ進軍していこうと思うわ。ということは織田と戦うことになるな。ただその前に浅井と徳川を吸収してからになるけどね。まあ当然そうなるわな。てなわけでまずは我が姉が高次家の宿敵、浅井を倒すわよ。向こうは絶対そう思ってないだろうな。所詮奴は織田に守られてるだけの存在。ちゃちゃっと終わらせるわよ。また織田に停戦仲介されないといいけどな。そんなこと言ってたら本当に停戦仲介されちゃったじゃないの、マリサのバカー。いや私は悪くねえだろ。ちょっと領土に入っただけなのになんなのよ、まったく。そのちょっとを許したら大惨事になるからだろ。いいわ、もう半年我慢したから今度こそ倒せるわ。この兵力差から怒りがにじみ出てるのを感じる。この兵力差ならもう余裕なので全カットよ。はぁ、はぁ、なんとか余裕で勝てたわ。減少兵力7万のどこが余裕だったんですかね。石田三成と大谷義次にちょっと手こずっただけよ。平家切ってたら負けてた可能性あるなこれ。勝ったんだから問題ないでしょ。ということで攻城戦で勝ったので残りの沢山城が寝返り、長い間激闘を繰り広げてきた浅井との戦いはこれで終了したわ。見えない何かと激闘してたんだろうなぁ。あ、浅井家が勝つと予想した人、残念ながら没収とです。そんな奴いねえに決まってるだろ。浅井家の城はずっと2つしかなかったけど優秀な配下を揃えてるのよね。大谷義次もいるのは嬉しいな。よし、長政はちゃんと登用できたわね。拒否られたのは5人か。あ、あれ？お市さん長政のところに行かないんですか？忠誠が最大だしな。お市も来てたら長政解雇して頼綱の側室にしようと思ったのに。ゲスの極み満州。さてそろそろあの政策を発令しちゃってもいい頃合いね。あの政策？もちろん高家の誉れよ。お前らの誉れはゲロ温泉で死んだはずだろ。死んだはずの奴が実は生きていた展開なんてよくあることじゃない。そもそもお前らの誉れの生死自体がどうでもいいのだが。てなわけで温泉に浸かりすぎてふにゃふにゃになってるであろう誉れを取り返したわ。これで維新が100ごとに部隊の能力がプラス1されるわよ。今って維新いくつあったんだっけか。635ね。つまり6も上がるのかよ。今はレベル1だから最大3までしか上がらないけど、政策レベル3になったら最大15まで能力が上がるわよ。めちゃくちゃ強そうだなそれは。浅井を滅ぼしてから1ヶ月後、予定通り徳川への攻撃を開始したわ。実は徳川は今伊達と争ってる最中なんだよな。だからってのもあるけど、徳川との戦いは驚くほど簡単に進んだわ。さすがに今の徳川にこっちと伊達の両方を相手する力はないしな。なので徳川との戦いも全カットでいきます。そして1578年10月、ついにあの日がやってきたわ。今一瞬何か見えたような。もうちゃんと見ててよね。いつの間に朝廷に貢いでたんだよ。ふふ、実はかなり前からこっそりコツコツとやっていたのよ。決してカット編集中に見逃してカットしてたわけじゃないからね。つまり貢ぐシーン見逃してカットしてしまったんだな。あ、中納言、たまらないわね。別にお前はこだわってなかっただろ。民から巻き上げた金の大半が実は姉が高次家中納言叙任のためだけに使われていたって思うと、ゾクゾクするわね。父上、ついに成し遂げましたぞ中納言叙任。これで父上も安らかにお眠りに。まだじゃな。へ、わしはな、今まで遠慮しておったんじゃ。あの頃の実力なら中納言までにしかなれぬと。は？しかし今の姉が高次家ならどんな高いところでも登れるはずじゃ。それを見届けるまでわしは成仏するつもりはないわい。父上。それにな、気に食わんのじゃ。お前と同じ中納言の座にわしの宿敵信長がいることが。今まで一度も敵対したことなかっただろ。この世に中納言は二人もいらんわい。だから信長を潰すのじゃよりつな。枠二つあるんだから別にでしょそこは。まあ元から信長は倒すつもりだったしね。宿老の竹中半兵衛様が儚くも読みへ旅立たれました。半兵衛、ああついにこの時が来てしまったか。短すぎるわよ。我が知人、殿が破陽の助けとなっておりましたでしょうか。当たり前じゃない。どれだけあなたに助けられたことか。ってなんでそこにいるのよ。私もまだ姉が高次家の行く末を見届けたいですからね。これからは義頼様と共に外野席で見守っておきますよ。なんであんたらはこうも簡単に現世に残れるんだよ。また成仏しない武将シリーズが増えちゃったわね。シリーズ化しなくていいんだよ。
そして反米の日から1年後、徳川家最後の城、安城城を落としたわ。とりあえずこれで周りはすっきりしたかな。あとは東の伊達か西の織田だけしかいないしね。さてあとは徳川の優秀な武将をきっちり登用することだな。なんか徳川四天王の数揃ってなくない？誰かさんがむやみに人さらったからだろ。つまりここで揃ったら姉が皇子四天王になるってことよね。好きにしろや。お使いできません。おいお前また前田玄二に断られてるじゃねえかよ。どんだけ嫌われてんだ。ちょっとネタにしただけなのに。さてこれでようやく信長と戦えるわね。おい待て、どうかしたかしら。どうかしたもねえよ。毛利がいなくなってんじゃねえか。そりゃこっちが浅井と徳川倒してる間に信長が食べちゃったわよ。もうそこまで言ってたのか。で、今から信長と戦うから婚姻同盟を破棄しないといけないんだけど、直接破棄したら配下の忠誠がすごい下がるぞ。わかってるわよ。なので葵を信長の元に返すわ。そんなこんなのあんまりです。次のセリフはどうかお考え直してください。もうこれは決まった話なのよ。さっさと出て行きなさい。婚姻同盟を捨ててまで私を追放するなんて、なんて愚かなんですの。なんであの子あんなに台本読みっぽいんだよ。そりゃあの子小田葵役のことの葉葵だし、わざわざそんなことしなくても。なんか最近家の食費が爆増したとかで稼がなきゃならないんだって。そうなのか。そして葵を追放して半年間の同盟期間が過ぎた瞬間、急に真っ赤に染まり上がったな。向こうもこっちを攻めたくてうずうずしてたんでしょうね。でもそんなの関係ねえ。こっちから攻撃してやるわよ。もちろんこっちも準備万端だしな。そしてなんとか郡上八幡城近辺で部隊を集めて、大規模な合戦にまで持っていけたわ。向こうは信長が直々にお出ましだな。二人とも向いてる方向は同じ、似た者同士の戦いね。クソみてえなこじつけ。てなわけで戦の時間よ。今回も頼綱は先発から外しました。頼綱だって十分に戦えるのに。こういう大きな合戦では足止めの戦法が使いづらいのよね。で、代わりに鈴木貞雄を入れたわ。今回のメンツは北条氏政、北条綱重、藤堂高虎、徳川家康、本田忠勝、真田正幸、馬場信春、鈴木貞雄。すげえ豪華なメンツだな。ここまで来ればそりゃこうなるでしょ。それじゃあまずは相手の出方を伺いながら要所を取っていくわよ。このマップは高台要所が2つあるな。中央はここをうまく利用していきたいわね。左翼側は森吉成一部隊だけっぽいので高虎だけに任せ、中央の落石要所は正幸と信春に、そして通常の要所は綱重と氏政に任せるわ。右翼側は前田利家らが自陣近くの要所を制圧したみたいだ。2部隊だけど合わせて3万も兵がいるから気をつけないといけないわね。このままの木口に向かわれたら危険だから家康と貞雄に守らせるわ。こちらは合わせて1万ほどだが守りきれるのか。家康の防御力を見てみなさい。カッチカチよ。やべえ数字出てるな。家康の特性の三河武士は自分が城主の時に相性がいい武将と組ませるとその数だけ防御力が上がるわ。そして固有戦法の三河魂は相手の攻撃力を下げる効果もあるわよ。すごい防御特化だな。彼に任せておけばそう簡単に崩れないはず。そして今お互いが中央の要所を取った状態だが、綱重たちは今取った要所のところで待機。敵をおびき寄せて忠勝に高台から射撃援護してもらいましょう。それぞれの部隊が交戦しだしたな。いいわね、忠勝がフリーで射撃し放題よ。利家らは忠勝に目もくれずの木口に一直線に向かったからな。大将の信長は全くこっちに来る気配がないからこのままで進めるわ。それはかなり助かるな。正幸らは一間だら2万5000の敵を相手にしてるが大丈夫なのか。彼には表裏飛脚という最強クラスの戦法があるわ。効果は混乱と防御低下。反米の10年前つくと同じなのか。混乱の効果時間や戦法のクールタイムが違うらしいわよ。まあどっちにしろめちゃくちゃ強いのは確かだな。我が姉が皇子家も表裏飛脚ムーブしたのになんで持ってないのか疑問ね。はぁ、今ですぞ。高虎の方は少し押されているな。ここの人選間違えたわね。綱重なら自分の固有戦法で体力回復できるから彼に任せておけばよかったわ。大満性能高いんだな綱重は。とにかくこのままだとやられるので高虎は一旦下がらせるわ。我が先鋒、今こそ受けるがいい。伝令、さっさなりまさ大壊滅しました。いいダメージ出したなうじまさ。けど壊滅させちゃったら軒口からすぐおかわりが来ちゃうのよね。撤退したらあまりお誘致しない方がいいのか。撤退してる部隊がいる間数的優位を作れるからね。まあ私は敵を捕獲したいからよく壊滅まで追い込むんですけどね。壊滅させんのかよ。おい、落石要所を取られてしまってるぞ。自陣側の要所なら落石は届かないからまたここで敵を撃退していくわ。あ、こっちまでは届かないのか。前田刑事隊、撤退しました。これで中央は誰もいなくなったな。フリーになった綱重らを他の援護に回らせるわよ。そういや信長、全然こっちに来ないな。
迂闊に飛び出ることなく常に戦局を冷静に見つめてるのね。やはりオーラが違うわね。オーラがオーラを放ってるだけなら無害なんだよな。今ですぞ。久武近直隊が撤退しました。さすが高虎、やっぱり自分たちでさらってきた武将が活躍すると嬉しいわね。煉獄東洋縛りでもするか。それは絶対やりたくないです。で、右翼側はなんとかなりそうだな。こっちは背後から宇治政と忠勝も向かわせてるから余裕ね。高山右近も撤退したし、あとは利家だけだな。もうここまで来たら体勢は決したわね。と思ってたら正幸が知らぬ間にやられてたわ。どうしてこうなったし。信長の戦場反復横飛び見てたら気づかぬうちにめっちゃ減ってたわ。想像以上にアホな言い訳だったわ。伝令、宇治政様が高山右近隊を壊滅させたようです。しかしさらに1万の動員部隊が戦場に現れたようです。誰が聞いているの？軍隊です。軍隊かよ。よくこの大事なでかい合戦に出てこれたな。相手が軍隊ならこっちはより綱を召喚するわ。帰っていいですか？ダメです。そしてこの後織田軍の部隊は次々と撤退、指揮を完全に失い、この勝負は姉が高じてに軍隊が上がるのでした。相手の勢力が多かったけどなんとか勝てたわね。特に家康らはすごい耐えてくれてたな。確かに戦も兵は減ってなかったから本当に硬かったわ。むしろ被害の大きかった中央においても良かったかもな。それでダレイム。なに？この人何してたん？軒口付近を徘徊してました。この大規模な合戦を無傷で済ませるとはさすがわしのライバルじゃな。それは煽りで言ってるのか真面目に言ってるのかどっちなんだ。そして空京さんの出番です。今日出しごっそり言ってほしいが果たして。なんだとじゃねえんだよ。お前はもっと働け。信長に厳しいわね。マリサはそれで今回寝返った城は4つね。郡上八幡城付近は山だからあまり伸びなかったか。まあこの辺りの領土はもともといびつな形で分け合ってたしね。近畿地方辺りで大きいの当てて勝負を決めたいわ。そしてもうこの時点で動画時間が10分を超えてしまってるので、ここからはほぼダイジェスト形式の急ぎ足で行きます。誠にすみません。次は清洲城での戦いか。さっきの合戦からそのままはしごしてるわ。そしてこの戦いでは落石と稲尾政が大活躍。特に落石は4回も発動してそれだけで1万ぐらいは減らしたわ。落石先輩マジとねっす。しかしこの合戦での威風は今日の癖に城が2つしかひっくり返らなかったわ。ゲゼヌ、ほんと、威風は場所によってばらつきがあるよな。銃で白5つ取れることもあるしね。合戦後、権の大納言を除任されたわ。もはや中納言中納言言ってたあの頃が嘘のようだな。信長が上の官職を独占しておるではないか。あやつをなんとかせい。この悪霊うるせえ。まあ織田を潰せば吉頼も成仏してくれるはずだし、このまま突き進めばいいわ。てなわけでさっきの合戦で残った清洲城を制圧。ついに本拠が落ちたな。まだまだ攻撃の手は緩めないわよ。このまま前進あるのに。何をされたら41部隊の兵糧減らされるんだよ。もうこの忍びたちが戦場に出たらいいのでは。むしゃくしゃするから伊達の女さらってきたわよ。頼綱、伊達に当たるな。まったくあの忍び、停戦仲介並みにメンタルに来るわね。今回はこの合戦1回ぐらいしか兵糧持たねえな。ちなみに信長さんは今回はちゃんと仕事してました。ブラック動いてないけど、前の合戦もちゃんと働いていれば。そしてこの合戦では城が一服寝返り、もうあと一合戦で上落できそうだな。そうね、二条御所が信長の新しい本拠になってるから異空では取れないけど、ついに飛騨の自称中納言が上落するのか。感慨深いわね。いや別に。あれ？なんか4部隊同時に攻撃されてる状態なんだけど、どういうことなの？見えない何かに挟まれているのか？謎だったわねあれは。まあ勝ったから別にいいんだけど、今回は昇竜寺城付近だから伸びるんじゃないのか？これはかなりいったんじゃない？ここの角寝返ったぞ。これ二条御所が本拠じゃなかったら二桁いってたじゃない。ここのチャンネルだと新記録だな。さてもうここまで来たらゲームセットね。4回も異風境が出ればさすがにな。あとはもう残った近畿地方を制圧して三色睡眠を目指すわよ。そして1584年8月、上市城を制圧。これにより姉が高次家は三色睡眠の条件を満たしたのだが、さあ頼綱、そこに3つ役職があるじゃろう。その中から好きな役職を選ぶんじゃ。いえ、申し訳ござらぬが辞退させていただきます。なんじゃと？まだ姉が高次家と敵対する勢力が残っております。それを残して暗い人心を極めても父上を除霊できないでしょう。断る理由そこかよ。ですよね、父上。よくわかっておるじゃないか。さすがわしの子じゃな。すべての大名を卑劣させ、姉が高次の意向を天下に知らしめるのじゃ。なあ霊夢、こいつ死んでからの方が出しゃばってないか？私は元からだと思うけど。しかし私も最近体調が優れぬゆえ、そろそろ後取りを決めねばなりませぬな。どこまで持ちこたえられそう？織田を滅ぼすまではなんとか。
後継者の候補としては三木明綱、三木ひかり、姉が浩二忍になるか？どれもパッとしないわね。まあ姉が浩二の名を継がせるなら忍一択になりそうだが。頼綱はどう思う？良さそうなのをさらうというのは。ダメに決まってんだろ。なかなかいい案だったと思うんだけどな。これから天下取る大名の後取りがどこかからさらってきたやつとか最悪だろ。じゃあ他に良さそうなのは？あら、ちょうどいいところにいるじゃない。は？おい私の体どうなってんだよこれ。よかったわね頼綱、ちょうどいい後継者が見つかったわ。姉が浩二家の将来は安泰ですな。ふざけるなぁ。そして1585年7月、姉が浩二家の手によって織田家が滅亡する。なんとか頼綱の寿命までには倒せたわね。信長の処分はどうしましょうかね。処断せずとも解放でも官職は失われるけど。ならば解放にしておきましょうか。随分甘いのね。いえ、解放した後すぐにさらえばよいだけですから。官職ロイダリングというやつですな。信長にそんなことまでしちゃうなんて末恐ろしいわねあんた。さて織田家も滅ぼしたし頼綱にはここで隠居してもらうとしましょ。ぐすん、もうマリ去ったら元気出しなさいよ。返してくれよ私の体。大丈夫よ、天下取ればちゃんと元に戻れるから。そう、どうしてこうなったんだよ。あとは島津と伊達しかいないしもう余裕なんだから少しの我慢よ。霊夢、後で覚えとけよな。で、あーなんでこいつがいるんだよ。ハイエンジョージ、うるせえ。知らない方に向けに説明すると、マリサと炎上寺は前作の総家編で激しいバトルを繰り広げた犬猿の仲なのである。ヒセイザベリダナマリサテケイタゾ。クソ、相変わらず何言ってるかわからねえ。ミオカサトカワラズザマクガユメナウデネアマウワ。あーもう限界だ、ぶっ潰してやる。カナハイリオキュサディオルボコボカネサティハゾカサクナウニカ。うるせえ。マジあいつで金にしろよ。今回が最終回なんだし多少はね。それでもあいつだけは我慢できねえよ。しかし待てよ、ここであいつを処断すればもう二度とわかねえよな。オメユライオラノフグニンキナンドカラスネカタデカイラウェイキネデロアハナナケオマウワ。畜生畜生、ほら喧嘩ばっかりしないの。仲直りのキスしなさい。おい待て、いい加減にしろ。誰がこんなつば九郎みたいな顔のやつと結婚できるかよ。私には全然わからないんだけど。マリサスキマリサカウィLovely Marissa. おいなんだよこいつ、急に老変しだしたぞ。やめろよ。そこまでにしておきなさい炎上寺。マリサはウブなんだからこういうのに弱いの。ティオラウィアネデネコイド。そして1593年9月、伊達家が姉が浩二家の手によって滅亡。これによって姉が浩二家以外の大名はいなくなり、マリサは正真正銘の天下人となったのであった。テカシアウォーバーキューズメイズダ。お前は出てこなくていいんだよ。はい、ということで無事クリアできました。もう疲れた。マリサったらこれぐらいでへばってるんじゃないわよ。お前にも同じような目に合わせてやりてえ。お前たちよ、よくわしの悲願を果たしてくれた。礼を言うぞ。いや私はただのもらい事故なんだが。しかしまさか本当に中納言どころか天下まで取ってしまうとは。やってみないとわからぬものですな。それがしもお二人には感謝しております。まあでも一番頑張ったのはあれだけ優秀な武将をさらってきた頼綱よね。確かにそうだが、あれはほぼ確定が。あっと、もうこんな時間、ここいらでお開きね。ということで皆様ここまでご視聴いただきありがとうございました。ここまでたくさんのコメントや高評価、ニコニコでは広告までしてくださってありがとうございました。次はまだ何のゲームするかわからないけど、もしよければまた見に来てやってください。それじゃまたねー。